はい、どうも皆さん、こんにちは。キリュウゲームライフのリュウケンです。さあ、今回はですね、ついに発売されました、スーパーマリオオデッセイの実況プレイをやっていきたいと思います。さあ、ついにね、来ましたね。こちらのゲーム、任天堂スイッチのね、最新作となっております。いや、非常にね、楽しみなゲームです。いやーね、もうほんとね、今回のね、スイッチのね、ゲームで、正直一番楽しみにしてたのは、こちらのオデッセイですね。じゃあ、早速やっていきましょう。ピーチ城上空。お。もうまさにクッパとマリオの決闘中って感じですかね。これで終わりだ。マリオ負けちゃったのか。ピーチと結婚式を挙げる。悔しいかマリオ。悔しいだろうな、そりゃ。ああ。いきなり敗北から始まる。うわ。すごいね。今までのマリオではなかなかね、見られないシーンでしたね。どこ？これ。チュートリアル的な感じ？ジャンプ。おお。走る。見渡す。おお、すげえ。てかもうほんとなんか当時のね64マリオと操作感覚的にはほとんど変わんない感じですね。あ、おお、なんだお前、なんだお前はって、お前こそなんだよ。あ、踏めるんだちゃんと。なんだお前は、あいつら仲間なの、あいつらってクッパ。ちょっといい？とんだ災難だったね。さっきの怪物、怪物、クッパのことですね。妹がさらわれた。おお。急いで船に乗って怪物を追いかけようと思ったけど、このありさまでひでえな。ああ、マリオも悲しそうだ。古い船なら隣の国にまだ残っているはず。あの塔の上から行ける。怪物の手下が居座っていて。目的一緒だよね。大切な二人を。ああ、なるほどね。ピーチと、妹をね、助けに行く。ダメ？ちょっとダサいよね、これね。これなると。おー、来ましたね。キャッピーが仲間になった。うん、決まってますね。Y で僕を投げてみて。おー。帽子アクション、面白いですね、これ。あ、引っこ抜けたりもするんだ。へえ。よし。お、すげえ。見て。丸まって転がっていけるんだね、これ。はい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 。おお、いててて。
帽子の国カブロン、あ、帽子の国なんですね、これは。アクションガイドは知ってる？アクションガイド教えてください。あ、そういう感じ。あ、なるほど、ありがとうございます。まあそれはおいおいやね、見ていけばいいか。メニューからアクションガイド選べばいつでも確認できる。了解です。さて、このクッパとピーチのこのポスターは一体いつ作ったんだろうね、これね。えほら、さて、塔の入り口はこの先。じゃあ行きますか。こういう木箱を見るとさ、なんかもうさ、絶対壊したくなっちゃうよね。なんかもうすごい気になる。ほらほら、うお、なんかいっぱいいたわ。これは？なるほど。で、橋がかかると。転がってけそうだな。うわ、これ早いな、なんか。お、敵だ。うお、あ、ヒップドロップできるね、これ。イエーイ。おー、すげえ。おー、それでハートが出ると。このクッパーのポスター、ムカつくから全部剥がしていっちゃおうか。お、なんだ。おー、コインが出てきた。よっしゃ、よっしゃ、行くぜ。扉に向かって僕を投げてみて。おー、開いた。なるほどね。帽子の塔内部。あ、これはダンジョン的な感じですかね。うらうら、よし。うわー、沈んでく。なんだこれ、軽いのか、この氷みたいのが。で、おお、あ、カエルか。あ、これがあれですね、なんだっけ、キャプチャー。うーん、何ですか今。精神を乗っ取ってるんですかね、これ。これどういう原理なんだろうね。やっぱりこれはあの憑依してる感じ。カエルにキャプチャーした。これカエルな。おお、すげえ。あ、おお、面白い。うお、高っ。ジャンプ力やば、こいつやば。あ、なんか今上にあったね。え、すげえすげえ。でも届かないな、これ。あー、うお、お、足場が隠しブロックですね。イエーイ。なるほどね。あ、しかもカエルだとこの氷は沈まないんだ。すげえ、面白え、これ。イエーイ。よいしょ。ジャンプ力やばいな、こいつ。マリオのジャンプ力なんてね、もう目じゃないの、これ。すご。これどうやって戻るんだ。もう多分 ZL だね。おお、 ZL 押すと元に戻れると。なるほど。これは何ですか。お、なんだこれ。あ、ハートが増えた。ハートが6になりましたね。なるほど。これは帽子の塔、中間地点ですね、今のは。おそらくこういう日もあるわな、こういう日もあるわな。どうにかして。君はすごい、なんかね、どうした、こういう日もあるわな、かなり冷静だね。何が起こった、怖くて動けない。あいつ仲間が上に、この先危険。お、ボス戦ですか。ウサギか。ボスが言ってた通り、本当に邪魔しに来たか。俺たちは2人の結婚式をサポートするブルータルズだ。ブルータルズ、お宝は手に入れた。お宝って何。あれか、キャッピーの妹か。うん、邪魔者のアイテムを仕事のうちかかってこいよ。おお、いいぜ、上等だ。さあ勝負だ。なんだ、ほら、ああ、そういうことか。
これやろ、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 あ、違う、踏むのか、なるほどね。邪魔だ、邪魔だ、おお、すげえ、余裕じゃん。ほら、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 で、あ、終わり？もう2発でダウンか、こいつ弱いぞ。イエース、なんだこれ、あ、すげえ、電気にまでキャプチャーできるのこれ。動いた、行ってしまったね。おお、そしてここでタイトルロゴが出ると。なるほどね、スーパーマリオオデッセイ、うん、素晴らしい。滝の国ダイナフォー、滝の国、ヒゲがすげえことになってんなこれ。乱暴だなおい。初めてのパワームーン、 あそこに入ってるわけですね。64マリオでいう、スターみたいな感じですよね。やっと着いた。ここがさっき話した隣の国、電線にキャプチャーしてきたからかなりしびれたね。うん、そうだね。この国のどっかに古い船があったはずだけど、どこかな。なるほど、帽子探、あ、帽子じゃねえ、船探しですね。じゃあ行きましょう。あ、ていうかこの BGM あれだね、あの PV で流れてたやつですね。この BGM ほんといいよね、すげえ神曲だなって思う俺は。あ、ワンワンも乗っ取れるんだね、ちゃんとね。はい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 、ね、かなり順調だね今のところ。でこれを取って OK。 初めてのパワームーン、いいね。滝の上のグランドムーン、あれがボスですね。変なでかいおばさんというかね、さっきのウサギの仲間たちですかね。パワームーン手に入れた。これはいろんなものを動かせるエネルギーの塊。知ってた？いや知らないっすね。まあ知ってますけど。あ、すげえ、なんか水の近く来ると画面が、ほら滝の近く来るとさ、水がなんかシタシタしてる。うえ、こんな演出まで。あ、これは探したら船だよ。これオデッセイ号じゃないか。ボロい、いや古いタイプだけどちゃんと船として使える。本当に使えるのこれ。ちょっと動かしてみるから、その地球儀に僕をかぶせてみて。地球儀だけなんか錆びてないんだね。でパワームーンをね上に入れて、あれ、エネルギーが足りない。この辺りにもパワームーンがあるかな。あ、なるほどね、パワームーン、あ、あと4個、あと4個ムーンが必要だと。うわでもすげえな、オデッセイ号が埋まっちゃってるよ。うわ、これ早く出してね、旅行きたいね。さて、じゃあパワームーン集めるか。これ怪しいな、これ壊せそうだけど、謎だな。あ、上に来れた。いえ、切り株の上、なるほどね、見渡せるわけだ。これは、あ、これはね、例のね、ローカルコインってやつだね。この島限定のコインみたいな感じ。いや、いいね、自然豊かだね、ここの国は。周り海、あ、景色綺麗だね、結構これね、いい景色。あ、これ壊せるのか。ほら、はい、オッケー。あ、パワームーン入ってるじゃん。早速2つ目ゲットでーす。イエー、壁の岩を壊したら、あ、え、あそこに、あそこにいらっしゃるのは、うわ素晴らしい、ティラノサウルスじゃんこれ。
あ、オッケー。やば。こいつ寝てるけど起きんのかな。あれだよね、恐竜にねキャプチャーできるよねこれ。よっ、あ、って普通に乗っかっちゃうんだこれ。じゃあ早速キャプチャーしてみましょう。おら、うお、え、やば、ワイルダッシュ走れんだね。来いよ、おら、うお、すげえ無敵じゃん。おわ、すげえ大暴れじゃん。やば、もうね、古代の圧倒的なパワー。どけー、ワンワン倒せるってすごいなこれ。うら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 、やーば。あ、これも壊せるんだ。こいつジャンプできないのかな。ジャンプはできないのか。なるほどね。うわ、やばい、まず絶対的な力じゃんこれ、すげえ。このまま突き進んじゃいましょう。やめな、うわ、走れ。あー、やばい、危ない。コントロールが難しいねこいつね。うわー、おー、びっくりした、戻った。大きすぎ、限界、限界が来たわけですね。あー、面白い。この国はあれだね、ワンワンがいっぱいいるんですね。それ。あー、これは懐かしの 2D マリオですね。入れてできんのかな。うわ、すげえ、髪がペラペラに。ってか、もうまさにね、あれじゃん、もうね 2D マリオじゃん。やば。あ、しかもさ、 BGM までちゃんとね、あのファミコン風な感じになってますね。あー、すごいねこれは。わっ、こっち側向けんの？あ、おお、あ、ホームある。隠し通路見つけましたね、隠し通路。あー、で出てこれるんだ、いいね。あ、こいつを乗っ取ってあいつにぶつけて壊すのか、なるほどね。さあ、いましたねボス。さあ、勝負だ。うわ、怖っ。船を直そうったってそうはいかないよ。パワームーンは渡さないからね。なんで知ってんのこの人。おとなしくワンワンちゃんの餌になっちまいな。まあ、多分ね、今までの経験上このワンワン乗っ取ればいいんだろうな。聞いて話すと吹っ飛ぶ。あ、あ、やっぱりね、こういう感じね。オッケーオッケー。何、ワンワンちゃん投げんの。自分のペットぶん投げるって最悪だなこいつ。あれ、あ、いて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 、よし、オッケー。やべやべ、怖っ怖っ怖っ、追いかけてきた、追いかけてきた。よいしょー。いやいや、この人の近くに行けば多分ね、ワンワンぶん投げ当たらないんですよね。さて、終わらせましょう。うら、イエーイ。このね、乗っ取るのはちょっとね、ずるいよね。うん、なんかすげえなこのパワームーン、3つ繋がってんだね。グランドムーン、なるほど。パワームーン3つ分ってことかな。グランドムーン手に入れたね。パワームーン3つ分の力、やっぱりこれで船を動かせるかもしれない。地球儀に僕をかぶせてみてよ。わかりました、それ。あー、素晴らしい。
これで合計6個。ここにね、パワーが蓄積されてるわけですね。うわー、すげえ、復活。素晴らしいね。あ、これで次のね、砂の国まで行けるようになった。二人を助けに行こう。早速だけど船長お願いし、砂の国を選んで A を押してみて。はい。うおー、うわー、すごいね。いいねー、やっぱこっからね、世界の旅が始まるわけですよ。いいね、俺もこういう船で旅してみたいな。あ、白くなった。船長帽的な感じ、いいんじゃないの。おお、船長帽気に入ってくれた。いいね。砂の国、砂だらけですごく暑そう。大きな結婚指輪が有名。砂の国、あっちにゃ、来ましたね。あっちっち砂漠は一体どうなったんでしょうか。気になるところですが。はい、ということでね、無事、砂の国にね、着くことができましたね。なんかあの通り光ってんな。まあいいや。いやーね、やっぱね、オデッセイ、面白いですね。なかなかに。いやね、こっからね、さらにね、冒険が広がると考えると、とても楽しみでございます、続きが。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、評価、お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。龍拳でした。グッバイ。